合わせ間の外ですね。結構フットワークが大きくて見た目よりもラップは上がるというそんな印象があります。2ハロン目 11.9、 ここでトップスピードに乗ってその後どれぐらい肺持つんでしょうという感じで、かなりムチは入ってますけれども、足色が極端に鈍るという感じはありませんのでね。ただピッチ数そんなに多くないですから、やはり長いところの方がいいというそんな感じのする調教ですね。合わせ馬のうちでかなり手応えよくこう上がってきました。真ん中スピードに乗って12秒2ですけれども、無理に促したという風はありませんね。自然な格好で、この馬もそのピッチ数を稼ぐというよりもストライドでという感じですけれども、イーブンペース型の印象です。ラストも12秒後なら、はい、この手応えでこれだったら OK だと思います。単走で壁際を頼りにという感じですけれども、トップスピードで点から入ってきましたんでね、この馬の特徴は前肢の伸びですよね。非常に前がよく伸びます。なかなかこういう形で入ってくる馬も少ないんですが、その分だけ11秒台をもう3つ続けたぐらいの感じなんでね。ラスト1ハロン12秒6ですけれども、まあ若干足が上がった感じはありますけど、バテた風はないですね。非常に大きな走りです。一応は合わせ馬なんですけれどもね、外の相手がなかなかついてこないという形になりました。出だし1ハロン目2ハロン目というところ12秒台できましたけれども、この後合わせまでもっと追うようなイメージがあったんでしょうけど、合わせにならない形になりましたんでね、流すような格好になりました。もし馬体が合ってれば本当に12秒台の真ん中辺では動いたと思います。内を見ながら自然体という形で、ただ馬自身がスイッチに入るのか、走り始めるとラップがスッと上がってくる、この辺りはポテンシャルでしょうね。真ん中が12秒0、そしてラストも12秒1というふうにまとめてきました。ハミをかけ直してという格好で追ってはきますけれども、いっぱいいっぱいではありませんので、このままも長く足が使えるというそういう個性を見せています。3頭合わせの真ん中ですね、若干頭が高い感じがありますけれども、両サイドに馬がいるんで、真ん中のところは気持ちが前に出てラップが上がったという印象ですね。その分ラスト1ハロンはね、こう食い下がるのにやや苦労する感じでラップは落としましたけれども、まあただこれは距離が長いところを使いますんで、まあレースにつながる内容かと思います。悪くないと思います。